こんにちは。高専受験の学習塾 YouTube チャンネル PDCA スクール KPC の谷にです。今回は高専入試大問4並び替え出そうなところとその解説をやっていきたいと思います。大問4がね、一番この1から4の中で解きにくい、ミスりがちということで、しっかりと対策直前やっていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。というのもですね、ポイントで全国公立の並び替え問題の出題頻度っていうのをちょっとあるサイトを参考にカテゴライズされていたのでちょっと見てみました。これだいたい120問ぐらいの問題をカテゴライズしていただいてるんですけど、これ見てみるとですね、見てください、よく出てる問題っていうのが傾向として出てるんですね。すなわちこちら赤枠で囲っているところっていうのはより重要ということで、しっかりとそこの文法語順っていうのを今日はこの動画で紹介していきたいと思います。いや、ぶっちゃけ有料級です。もう普通にプロとしてガチで解説しようと思うんで、しっかりと聞いておいてください。まあね、普段の並び替えの演習の動画見てくれてる人がいれば、まあ、大体全体の 30% から 40% は聞いたことあるかなって感じだと思うので、まあ復習程度に聞いてみてください。それではまず最初、皆さんにも手を動かしていただきたいので、まず一番ね、品質されている一つのこれ不定詞についてちょっと基本の確認。まず基本は2語でどうやって表す、3つの用法をどうやって訳しますか。そして中3で習った不定詞の応用、なんたらプラス to do、 なんか不定詞で何か構文なかったっけ、不定詞でなんたら足すなんたら to do の並び、これと言われたら何が言えるでしょうか。まずちょっと一時停止をしてみて解いてみてください。それではどうぞ。はい、私が伝えたかったことは、まず基本はね、 to プラス動詞の原型、これまず基本です。これ一番大事ね、まあ、みんなわかってると思います。で、3つ紹介します。 3,4 法はこの名詞的用法、副詞的用法、そして形容詞的用法、この3つですよね。ためのためにすることっていう風に習ったと思うんですけど、なんでその何、形容詞的用法、副詞的用法、名詞的用法、いや、堅苦しい品詞の話はやめてください。ためのためにすること、でもしっくりこない、その人のために簡単に解説します。なんで形容詞的用法でためのっていうかっていうと、直前の名詞を修飾するからです。で、なんで副詞でためにかっていうと、文章全体を修飾するからです。なんたらするためにこれこれする。で、もう最後、これ名詞ね、することだから、ことだから名詞です。で、何を学んでほしいかっていうと、ここめっちゃポイントです。塊で形容詞、塊で副詞、塊で名詞なので、そりゃ動詞の後に来る可能性が高いでしょってところ、ここが語順のポイントです。今回並び替えの対策動画ですからね、並び替えの対策動画だから、この語順っていうのはすごい大切になってくるんですよ。要するに、ためのってことは名詞を修飾するので、後ろから名詞を修飾するに決まってるんですよ。だからこの名詞の後に来てもおかしくないなと、名詞の後に来てもおかしくないな、名詞の後に形容詞的用法で、文章が一旦終わった後、意味の通る文章が終わった後にこれこれするためにこれこれする、だから文章プラス副詞的用法の不定詞で、最後が動詞など、want とか hope みたいな動詞の後にすることをこれこれしたい、願うっていうふうにする。だからすなわちまとめると、名詞の後には形容詞的用法の不定詞の塊が来そう。文章の後は副詞的用法の不定詞の塊が来そう。で、動詞の後にすることっていう訳が来そう。っていうこの語順の規則性っていうのを見てください。で、これが例文です。飲むための何か、訪れるべき場所。これがさっき言った形容詞的用法です。きちんと名詞プラス to do、名詞プラス to do。だからこれ形容詞的用法で、ための名詞、規則性があるんです。で、次、副詞的用法、私はそこに行きます、勉強するために、だからここで意味の通る文が一旦終わってるんです。意味の通る文が一旦終わってるから、ためにの可能性が高いわけだから、これがこれで、これがこれ で最後がこれです。医者になることを欲する、動詞プラスこうと、で、願う、それをすることを、この語順を強烈に意識してください。OK ね。じゃあ、これが2つ目。不定詞のね、2つ目、基本です。これ、中2の時に習ったやつ。中2の内容です。じゃあ、3、4、5。答えはこれです。仮主語構文、疑問詞プラス、to do、そして、want、人、to do です。じゃあ、まずポイント確認します。まずこれ、塊で名詞です。塊で名詞です。これ、まず1つ目大事ね。塊で名詞。じゃあ、何が大切かっていうと、こんな感じです。要するに、てる人、もの。てる人、もの。ギブ人、ものと一緒です。てる、ティーチ、人、ものの、ものの部分に塊で入ることが多いので、気をつけてください。並び替え問題でね。並び替え問題では、テルティーチとか人物のものの部分に塊で入ることが多いので気をつけてください。もちろん動詞の後にそのまま疑問詞プラス to do ってくるときもあります。だから覚えるべきことは動詞の後に塊でくることが多い。Do you know とか、She knows なんたらかんたら疑問詞プラス to do。で、今回もこのテル人物の部分に来ることがあるので、この語順を意識してください。語順ね、語順を意識してください。動詞決まったね。このテル人物とかティーチ人物とかで決まってますから、動詞はこういった動詞の人物のものの部分に来がちだ。 OK ね。この語順をすごく意識してください。語順ね OK です。じゃあこれ4番、仮主語構文。で、仮主語構文大丈夫でしょう。もう構文だから知っとかないともうダメです。で、これいきましょう。形容詞です。 A にとって do することは、で、この do がこれ実質ここのね主語ですよっていうのは皆さん知ってると思います。これは OK ね。で、もう一つ気をつけておかないといけないのが、
これですね、最近の演習動画でも言いましたけど、これこれするのに私はこれこれでした、これこれですっていう訳し方です。例えばそのニュースを聞いて私は幸せです、悲しかったですっていう風にやる方法ですね。この場合はちょっとこの仮称構文とは違うので気をつけてください。これ聞いて、これして、これこれやることで私は嬉しく感じました、悲しく感じました、疲れましたみたいな使い方です。これまた別の単元なので、これはきちんと区別してください、区別してください。だからこれ気づき方は語順的には形容詞とかこの主語が it ではなければこの可能性が高いわけです。でこう主語がね、主語が it だったり、そういったものがあれば仮主語構文の可能性が高いというふうに推察できます。 OK ね。でラスト、この help 人 to do とか want 人 to do とかのこの動詞の部分は tell help want askテルヘルプウォントアスク、これ覚えちゃってください。中学範囲ではほとんどこれです、ね、ほとんどこれで解決できます。でちょっと例文見ておきましょう。まず4つ目、仮主語構文ね。 It's interesting for her to study it。 これは面白いことです、興味深いことです、彼女にとってそれを勉強することは、実質的にはここが主語に入っていて、それを勉強することはイコール興味深いことです、彼女にとって、というふうに訳せば OK です。でラストですね、まずポイントは最低限これは覚えてください。最低限ね、この語順、この語順を取る動詞はまず4種類、まずこれ覚えてください。これ大丈夫ね。で覚えられてなかったものがあればきちんとメモして後から復習できるようにしておいてください。でただし注意しないといけないのは、この help は to 省略できますね。もう一回言います、 help は to 省略できます。そうだから、私の姉、私の妹、我々の先生に do することを、伝える、してほしい、そして、助ける、そして尋ねるというふうに、言います。で基本的にはこことここは主従関係です。もう一回言います。こことここは主従関係です。主語と動詞の関係があります。だからあくまでこの全体の親玉の主語、全体の主語がこれをするわけではないので気をつけてください。この人がこうするように、A が B するように伝える、してほしい、助ける、尋ねる、お願いする。なので気をつけてください。OK でしょうか。それではちょっと復習しておきましょう。不定詞の基本は2プラス動詞の原型。不定詞の基本は2プラス動詞の原型。これ3人称単数形でもダメだし、過去形でもダメだし、これダメです。動詞の原型。で不定詞は3種類訳し方があります。不定詞は3種類訳し方があります。そして前後にどんな言葉、どんな塊があるかで大体がわかります。名詞の後ならための。名詞の後ならための。後ろから修飾します。形容詞的用法です。文章がもう意味がわかる塊の文があったときには、そう、ためにの可能性が高い。もうこれだけで意味が通じる文章があったとは、これの可能性が高い。ために。で最後、動詞があった後は塊で名詞、動詞があった後は塊で名詞の可能性が高い。これこれすることを欲する、 want、 願う、 hope ってことです。で疑問詞プラス to do は塊で名詞、疑問詞プラス to do は塊で名詞、塊で名詞なので動詞の直後に来る可能性があります。そしてもう一つ、てる、人、物の物の部分に入る可能性が高いです。 OK ね。仮主語構文はもう形を覚えてしまいましょう。構文なので、数学でいうもう公式のようなものです。構文なので覚えてしまいましょう。あともう一つポイントは、こことここが主従関係にあります。A が B するっていうのは形容詞ですってことですね。主従関係にあります。主従関係ね。で、この何々して嬉しいです、悲しいです、悔しいですっていうのはまた別の文章単元なので、しっかりと区別しましょう。そして最後、人プラストゥードゥ、人プラストゥードゥ、モンと人トゥードゥ型のこの構文はもう動詞が決まっています。大体この4つに収まります。まずはこれ、不安な人はもう覚えてしまいましょう。この動詞が並び替えの候補にあるときは、必ずこれをチェックするようにしましょう。はい、もうこれマジでいい整理でしょ。もうこれプロとして本気でこれ書いたから、もうしっかり直前これまとめて並び替え問題全問正解してほしいと思います。はい、ということで不定詞についてでした。それでは次、疑問詞についてです。じゃあまず皆さん手を動かしてほしいんですけど、1234ってことで疑問詞に関する並び替えで出たらちょっとミスりやすいかなって思うところを4つ集めました。じゃあまず主語以外を尋ねる疑問文の語順を書いてください。で主語を尋ねる、主語自体を尋ねる疑問文の語順を書いてください。これ語順ですからね、並び替え対策動画だからこれ言えないとダメです。で間接疑問文の語順を書いてください。で簡単文の大まかな語順を書いてください。2種類ありますね、 what と how。 ということでまず、アウトプットワークです。やってみてください。それでは一時停止をしてどうぞ。はい、それでは疑問詞の答えです。まず主語以外を尋ねる疑問文っていうのは疑問詞プラス疑問文です。主語以外を尋ねる疑問文は疑問詞プラス疑問文です。疑問詞プラス疑問文、疑問詞プラス疑問文で、主語自体を尋ねる疑問文、誰がやったのとか、何があなたをそうさせたのっていうときは疑問詞プラスいつも通りの語順です。疑問詞プラスいつも通りの語順です、ね、疑問詞プラスいつも通りの語順だ。動詞プラス動詞の後には名詞が来ますよね。だ主語を尋ねる疑問文は疑問詞プラスいつも通りの疑問、いつも通りの語順ですね。何回でも言います、疑問詞プラスいつも通りの語順。これ気をつけてください、これ違いますからね、語順が。そうで、これ訳しておきましょう。あなたはいくら支払ったんですか、いくら費やしたんですか、これは時間をかけたのかお金をかけたのかは分かりません、うん、あなたは、いくら時間を費やしたんですか、お金を費やしたんですか。でこれいきましょう。何の科目が好きですか、何の科目が好きですか。2番、 What made me happy? What made me happy?
まあ、これはあなたが、何が、いやね、主語を尋ねてるから、主語を尋ねてるので、何があなたをハッピーにさせましたか？何があなたをハッピーにさせたんですか？で、最後、Who told her how to cook? これもさっきの復習です。Teach 人物、Teach 人物、これさっきとこれ混合ですからね、混ぜてますよ、文法2つを。Teach 人物になってますから注意してくださいね。で、本題はこっちです。誰が彼女に料理の仕方を教えたのですかになります。誰が教えたんですか、彼女に料理の仕方を。これは主語を尋ねる疑問文なので、この後に疑問文ではなくいつも通りの語順で書く。これ語順の基本ね、語順の、あの疑問詞に関する語順でよくミスりがちなところ。 OK ね。でこの疑問詞プラス疑問文パターンと、主語以外尋ねる疑問詞プラス疑問文パターンと、主語を尋ねる疑問詞プラスそのままの語順パターンっていうのを2つに分けて頭の中で整理しておいてください。 OK ね。じゃあ3番と4番いきます。間接疑問です。間接疑問のコツは塊で名詞です。もう一回言います。間接疑問は塊で名詞です。だからさっきと一緒で塊で名詞なので、 teach 人物とか tell 人物とか物の部分に塊できて皆さんを惑わせます。 OK ね。 teach 人物 tell 人物みたいな感じで、物の部分に塊で疑問詞プラス主語動詞、疑問詞プラス主語動詞でやってきます。これ注意してください。でこれもそうね、主語動詞名詞で塊だから、彼女が、彼が、まあ、姉妹を何人、まあ、有しているのか、いるのかということを彼女は知っているっていうふうに言ってます。彼が何人の姉妹がいるかということを彼女は知っている。だからこれ塊で見ることがポイントです。 OK ね。間接疑問は疑問詞プラス主語動詞で塊で名詞になります。で、気をつけないといけないのが、疑問詞自体がこのパターンと似てます。このパターンと似てます。主語を尋ねる疑問文と一緒で、疑問詞が主語の代わりになっているパターンもあるので気をつけてください。疑問詞自体が主語になっているパターンもあるので気をつけてください。 OK ね。じゃあ間接疑問 OK です。じゃあ簡単文いきましょう。これ高校生の範囲から降りてきたやつですね。でポイントは How の後には副詞か形容詞、 How の後には副詞か形容詞で、 What の後には形容詞に修飾された名詞がきます。だから What は名詞が連れてこれるんですね。だから What subject とか What color っていうぐらいだから、 What っていうのは形容詞としてここの名詞を修飾できるんです。だから What の後には名詞が来れる、 What の後には名詞が来れる、What の後には名詞が来れるっていう風に覚えておきましょう。で、How の後にはこれ副詞の仲間なんで名詞来れません。 How は名詞来れない、 How は名詞来れない、副詞か形容詞しか来れない、副詞か形容詞しか来れない。あとはいつも通りの語順、いつも通りの語順、いつも通りの語順ってことです。 OK でしょうか。皆さんの頭に焼き付けたいので何回でも言います。 OK ね。ということで簡単文の基本でした。 OK でしょうか。だからこれは彼女はなんで速く走るんだ、でこれは彼が持っている花はなんて美しいんだっていうふうに言ってます。はい、それでは最後のセッションになります。 SVOC 前置詞、 SVOO 受け身、これらが次によく出されていた形式でした。まあ、どういうことかっていうと、これメイクってあったね、確かメイク、メイクの後にはどういう語順で来るだろうか、あと前置詞の後には何が来るだろうか、あと人物っていう取る動詞は何だっただろうか、これ言えるだけ言ってください、言えるだけ言ってください。人物と取れる動詞言えるだけ書いてください。で最後、受け身で難しいのは受け身の疑問詞を含む疑問文、受け身の疑問詞を含む疑問文、うん、OK ね。これね、ちょっと区切りがあるね。受け身という単元の中での疑問詞を含む疑問文っていうのをちょっと考えてみてください。じゃあまず手を動かしましょう。それでは一時停止をしてどうぞ。はい、それでは解説していきます。まずメイク人、形容詞書きますね、ここ。形容詞です。OK。メイク人、形容詞で A をこの状態にする。A をこの状態にする。だからイコールです。で、皆さんこれ、ハッピーとかサッドとかっていうのは例文でよくやってるから、まあ、ほとんどの人が解けると思うんですけど、入試でよく間違えるのは、動詞でも使えるんだけど、形容詞の意味があって、これが動詞に見えてしまって、ここに持ってこれなかったっていうパターンが多いです。OK? だからここに来るのは、動詞でも訳せるんだけど、形容詞の意味を持つものをまずちょっと3つ覚えておいてください。綺麗な状態、空いている状態、閉じている状態、などなどです。OK でしょうか。もちろん知らなくても、消去法で余ったものが、もしかしたら形容詞の意味があるんじゃないかってことで、ここに入れることも大事です。メイク AB で A イコール B。これもよく出されているようですね。で2番、前置詞っていうのは名詞と伴って塊で見てください。前置詞っていうのは名詞と一緒に伴って塊で見てください。OK ね。塊で見てどうなるのかっていうのを今から言います。ね、あなたのための、あなたのために、それ以外で、それ以外の、A と B の間で、A と B と間の、A から B へ、A から B の、で、これが箱に接して、箱の上で、で箱の上に、これが駅へ、駅へのっていうふうに言ってます。で、のとか、に、っていうふうに今2種類言ったけど、どういうことかっていうと、この前置詞プラス名詞は塊っていうのは大丈夫ですね。塊で見てください。で、2種類あります。この語順が大切ですからね。語順です。語順が今回ポイントです。名詞を修飾します。あなたのためのプレゼント。それ抜きでのミーティング。A から B までの区間。箱の上の物体。駅への道。A から B への道。みたいな感じで、名詞を後ろから形容詞として修飾するパターンがあります。でもう一つ、これ不定詞と似てますよね。不定詞もさっきやったように、一番最初にやったように、不定詞もこれですよね。形容詞であれば名詞を後ろから修飾、
副詞であれば文章を後ろから修飾、これと同じパターンなんです。実は前置詞プラス形容、前置詞プラス名詞っていうのは形容詞か副詞になるんです。 OK ですか？前置詞プラス名詞はこの2つでセットです。前置詞は名詞と伴います。逆に言うと前置詞の後は必ず名詞相当のものが来ます。だから塊で見ます。で、塊で見て後ろから形容詞として名詞を修飾するか、副詞として文章を修飾するか、この語順っていうのを強烈に意識してください。強烈に意識してください。 OK ね。これが2番目。で、3つ目、 SVOO ってどういうことかっていうと、これです。 Give とか By とか人物を伴う動詞のことです。まずこれ最低限、これは言えるようになってください。人物を取る動詞、まず最低限6つ暗記してください。この6つぐらい大丈夫でしょ、ね、なるべく僕ね、暗記させる授業したくないんだけど、最低限これは見ただけで、あ、これは人物を取る動詞だなって思えるぐらいは覚えてください。丸暗記はしなくていいです。これを見たときに、この動詞は、あ、人物を取るなって思えるぐらいには頭に入れておいてください。あともう一つは、この物の部分。物の部分には塊で、間接疑問だったり、疑問詞プラストゥートゥだったり、ザット SV だったり、塊で名詞になる相当のもの、塊で名詞相当のものが塊でドカーンってここに入ります。ただこれ気づきにくいので注意してください。で、最後、受け身。受け身で苦手なの多いのが、受け身の範囲の疑問詞を含む疑問文。ここね、語順がこんがらがります。じゃあ、さっき勉強したこれ、疑問詞プラス疑問文と疑問詞プラスいつもの語順と同じように、それぞれ1番と2番が対応してると思ってください。上が疑問詞プラス疑問文。だから、いつ彼女は彼らによって言われましたか？で、これ1番のパターンです。で、2番目。これが一番めんどくさいね。受け身かつ疑問詞で主語を尋ねる疑問文っていうのが一番気持ち悪いんです。で、これ何かっていうと、何が立てられましたか？だから主語を尋ねているから、いつもの語順なんです、ここが。いつもの語順でしょ、これ。ね、B プラス過去分詞なわけです。OK ね。だから、何が立てられましたか？彼によって。っていう風に訳されます。しっかり受け身を使った疑問詞を含む疑問文でも、きちんとさっき勉強した1番のパターンと2番のパターンに仕分けられるようになってください。それでは全体の復習をしていこうと思います。まず不定詞と疑問文が一番出されてますね。120問中50問ぐらいが聞かれてるわけです。品質ですね。じゃ、まず不定詞の基本は2プラス原形、3つ訳し方があるよ。ためのためにすることで、前に来るこのくっつきやすい言葉っていうのは変わってるよと。名詞だったら後ろからためのするべき宿題、訪れるべき場所っていう風になってるわけね。ためにだったらここで塊の文章、意味の通る文章が来ていて、ほにゃららするためにこれがこれこれするよっていう風に使います。することであれば、 do することをしたいです、 do することを願っていますっていう風に動詞の直後に来やすい。疑問詞プラス to do は塊で名詞、塊で名詞だから名詞が来れるようなところに来やすい。仮主語構文、形を覚えましょう。で、これとはしっかり区別してください。どうだったかというと、これこれして、これ副詞的用法です。これこれして、これね、ためにとはちょっと違った副詞的用法だから気をつけてね。これこれして、幸せです、悔しいです、悲しいですっていうふうに言ってます。で、動詞プラス人 to do 型は、tell、help、want、ask。ひとまずこいつらを見たら、人プラス to do 型の動詞だなって思えるぐらいには暗記してください。丸暗記しなくていいので、この言葉を見たときに、人プラス to do 取れるなって思えるぐらいには暗記してください。OK でしょうか。それでは疑問詞の復習。まず疑問詞を含む疑問文っていうのは2種類に分けられて、主語以外を尋ねるか、主語自体を尋ねるか、2種類に分けれます。主語以外を尋ねる場合は疑問詞プラス疑問文、疑問詞プラス疑問文。で、主語自体を尋ねる場合は、主語を疑問詞に置き換えておしまいなので、いつも通りの語順になります。で、間接疑問は疑問詞プラス主語動詞、もしくは主語相当の疑問詞が来て動詞になります。で、塊で名詞なので、もちろん塊で名詞が来れる場所に来ることができます。簡単文、これは how プラス副詞か形容詞で、 what だけ名詞が来れるって覚えてください。 what は名詞来れる、 how は名詞来れずに副詞か形容詞しか来れない。 OK でしょうか。で、残りはいつもの語順 OK でしょうか。で、ラストですね。 SVOC 前置詞、 SVOO 受け身に関しては、先ほど勉強した通り、 make A 形容詞、 make 人形容詞で、ここの形容詞が入詞だったら happy とか sad とかだったらラッキーなんだけど、やっぱり例文でそのまま出るってことはなかなかないので、 clean、 open、 close みたいな動詞なんだけど形容詞の意味もあるよとか、で、形容詞なんだけどなかなか中学生が知らないちょっと難しい単語だよみたいな内容が入りやすいので気をつけておきましょう。で、前置詞はこれ名詞と一緒になる、前置詞プラス名詞だから、前置詞があったら名詞を持ってきたいなって思わないといけないわけです。前置詞があったら名詞相当のものを持ってきたいなって思わないといけないわけです。で、名詞の後に前置詞プラス名詞が来て就職するときもあるし、文章の後に来て、文の後、意味がわかる、意味の通る文の後に前置詞プラス名詞が来るときもあります。で、この語順をしっかり意識してください。で、ギブ人物とかのその形っていうのはもう来る動詞が決まってます。で、大体6つ覚えとけば大丈夫です。で、人物で、極めつけはこの物のところに塊でこんなのが入ってくるから気をつけましょう。
で、受け身の疑問文しっかりとさっき紹介したこの型にはめ込んで見れるようにしっかり見といてください。はい、ということでインプット終了しました。これで満足しちゃダメです。ここからアウトプットしないといけません。 GO ってことで概要欄に今日の内容の演習を貼っておきます。それでは頑張ってください。いってらっしゃい。でテキスト媒体の教材も販売しています。高専入試の形式に特化した問題集を販売しています。今年度ですね、効き目がありすぎてちょっと封印してたんですけど、学力試験直前2週間だけ限定配信中です。ぜひチェックをよろしくお願いします。そして推薦合格者の方も連絡です。合格の報告たくさんいただいています。皆さんおめでとうございます。こちらも予習映像講座ということで、2月から3月ご利用いただけるように、多くの科目を入学してからのライバルたち置いていかれないように予習をしておきませんか。毎年本当に人気の講座なので、ぜひとも受講なさってみてください。 PDCA スクール。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.